はい、皆さんこんにちは、のべんです。信長の野望大使やっていきますよ。吉野さん、前回から秀吉討伐第2回目がスタートしております。で、秀吉の領土の西側をだいぶ切り取った感じかな。で、現在戦いは6ヶ月か。もうそろそろ切り上げないといけないかな。よし、やってみましょう。さあ、まず姫路城を兵糧攻めで落とした。オーケーオーケー、水攻めやってたところだね。はい、吉久さんお疲れです。で、浮気したな、この子に。まあ、逃がしてあげましょう。はいよ、片付けない。じゃあ次はどうしようね。じゃあこの八神城に、はい、行きなさい。さあ、そしてこっち、加藤義明が25,900でこっち向かってって、まずいね。さあ、じゃあ吉久さんをこっち行かせましょうか。ちょっと予定変更でございます。ここだな。はい、出陣するぞ。さあ行くぜ。で、こっちだ。シキナさんとワラの数はいきません。まあ数は圧倒的に私が上だから、まあしなくていいでしょう。はい、オッケー、オッケー。で、有岡城落とした。よーしよしよし。じゃあ次は行きます。じゃあ大阪城狙いましょうか。よーし、で、あと3ヶ月ぐらいで落とせるかな。で、田辺城に秀吉の大谷を継ぐ隊が攻めてきたんだね。はい、了解。じゃあ牢城頑張ってくれ。大丈夫かな、いけるか。で、こっち大阪城だ。大阪城は103日かかるね。頑張って。はい、来た。こっちの大谷を継ぐは、そうだな。じゃあこっち、ああ、吉弘がいた。じゃあこっち行ってもらおうか。はい、お願いします。お前ら、ついてこい。数はちょっと足りないけど大丈夫。で、ここだ。シギナさんとわらの勝ちはいません。じゃあ、直接決戦の指揮を取りません。はい、我らに反対。はい、オッケー。よしよしよし。で、まあこれで暗黒寺絵景は大丈夫でしょう。じゃあ、手を二条城行こうか。はい、いざ参ろうか、待機する。で、集まってる。暗黒寺絵景はもう見捨てよう。で、強行、じゃあ、いや、方位33日で、おいよ。この次は目まぐるしく状況が変わるな。勝敗がいかに転ぶか再配次第。了解しました。じゃあ直接決戦の指揮を取れ。さあ、やったろうじゃねえか。はい、竹部山の戦い、島津義弘 VS 大谷康嗣。これは厳しいんじゃないかな、義弘でも。さあ、行ってみましょうか。はい、凱旋竹部山の戦い、行くぜ。お前ら、さあ行くぞ、ついてこい。で、今回私はここに鉄砲、水、うずめ火、そして金を置きました。なので罠をかかってくれるに誘導しましょう。で、多分向こうは鉄砲があるから、ご命令を覚悟せよ。後ろの方に下がろう。始めるぞ、みんな進むのだ。さあ、こっち来い。始めよう。さあ、これでこっち来るかな。で、多分大谷やつがこの辺にいるんじゃないかな。まあ今回全滅は無理だな。できるだけ大谷康嗣を狙っていこう。頼んだぜ。さあ、どうだ。うん、近づいてきてはいるな。で、雨降ってきた。雨降ってきたけど、で、向こうは先方ゲージがマックス。おお、ショーケー、鉄砲水かかった。バカめ。で、六角さん、こっち来るぞ。ご命令を。で、はい、さあどうだ。次はこっち、うずめびかかるか。で、かかった。オッケー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 、面白い、かかった、素晴らしい。はい、行くぜ。さあ、みんな行くよ。ゲチ始めるぞ。さあ、みんな行っちゃうよ。ご命令を。はい、ゲチ、覚悟せよ。これで兵力差は互角になった。覚悟しろ。いいんじゃない。はい、ちょっとスピード速い、ちょっとスピード速い。はい、やりたい、前へ。ここだな。まず六角さんを狙おう。はい、ごめん、覚悟しろ。こっちだな。はい、始め。踊り町はまずい。じゃあ一芸、はい、やりたい、前へ。防御力アップ。やばいやばい。踊り町はいい感じで入っちゃってる。こっち守って、はい、始めるぞ。さあ、吉井戸さん、大丈夫、やりたい、もうちょっとまっすぐ行きなさい。はい、始めよ。さあ、どうぞ。やりたい、
あとこっちだな。はい、鉄砲。覚悟せよ。やりたい。もうそのままいっちゃえ。うわー、沼かったか。待て、下がる。攻撃ができないって。なんていうことだ。さあ、鉄砲で狙え。で、おとり挑発はもう終わってる。次はじゃあ、こうしこう。こうして。で、ここは応対を過ぎた。ご命令。こっち行こう。こっちだと。で、後藤バタメ頑張ってね。まだまだ。で、こっちだな。はい。こっちは任せた。で、ちょっときついな。始めよ。まずい。ちょっとまずいよ。銀千代ちゃん、ちょっと攻めすぎだ。こっちください。恐れるな。で、みんな救ってあげて。で、こっち。はい。覚悟せよ。覚悟せよ。やりたい。前へ。誰らも勝ち。こっちだ。はい。なんやかんや全滅させる気でいこう。さあ、まずはじゃあ鬼始末で攻撃力爆上げ。攻撃力270。やばいぞ。まあ、こっち。はい。で、鉄砲。で、じゃあこっち。はい、鉄砲。始めるぞ。で、もうすぐ高山学校様をよし、改装してる。あ、よし。で、こっちも壊滅してるね。いいぞ、いいぞ。そうか、向こうの舞台の質があんま良くないんだ。で、壊滅して。あれ、もしかしてパーフェクト狙えるか？まさか。はよ。で、はい、鉄砲、じゃあ、はい、鉄砲。で、銀鳥ちゃんはちょっと下がって。はい、行ってみよう。で、鬼島津はもう解除されたね。さあ、いけるんじゃないですかね、これ。ゲチよ。ゲチよ。そうか、雷神も持ってるのか。時には大胆に攻め込まねばな。いや、ここは鬼島津です。はい。それか、大谷すごい狙う。あ、で、雨か、今。さあ、前出ろ。お命令を。はい。じゃあ、後藤又兵衛は、大谷すごい追いなさい。大谷すごいもなんかそんなに強くないな。どうしたんだろう。足軽隊、はい。前へ。鬼島津。はい。これで防御力は爆上げ。さあ、行きなさい。始めよ。どうじゃどうじゃ。で、強撃してこいつは多分すぐ死ぬ。やりたい。じゃあこの人だ。はい、行きなさい。で、案の定ここやりたい。壊滅した。一気に溶けた。さあ、ここ鉄砲で、こっちも、はい、やってやるぜ。で、はい、やりたい。まあそれでいいでしょ。さあ、じゃあ鬼島津、はい、発動。すげえ。やっぱ吉弘すげえ。まあ、じゃあこっちにやっていこう。はい、やりたい。そうそう、こっちも。はい、始めるぞ。さあ、どうじゃどうじゃ。切り込め。さあ、だいぶ感じてはある。覚悟せよ。切り込め。さあ、どうじゃどうじゃ。やりたい。で、超速亀さんはちょっと下がろうか。覚悟せよ。鉄砲命令を。で、銀鳥ちゃんも下がろう。恐れるな。はい、鉄砲。いや、もうそのまま行こうか。はい、突撃。命令ください。で、もう2000が解けてる。いいぞいいぞ、やれやれ。やりたい。こんなに強いのか、よしよ。すげえ、惚れるぜ。やりたい。じゃあ、まあ一芸はもうできないか。はい、ここ。よしよ、はい、とどめを刺して。はい、お兄さんこんじゃないよ。鬼島津一人で行きや。サコン様じゃない。よし、オッケー、距離入って。構えよ。まあ、これ、オッケーでしょ。意外や意外。こんなに圧勝ですか。やりたい。すごい。さすがっす。さすがバトルマシーン。サクはヘコの分。その身に刻み込め。よーし。全滅させましたぞ。で、味方にしたのはこの人か。あー、で、石田三成が捕まってる。うわー、殺して殺したいけどなー。まあ、やめとこうか。まあ、逃がしてやるよ。はい。逃がしてあげる。やっぱちょっと、殺しておけばよかったかなってちょっと思ってる。じゃあ、次は、兵を合流させた方がいいか？じゃあ、こう、こうで。はい。これで1万8000。じゃあ、1万1000か。さ、じゃあ、ヤカミで狙おう。病に。あー、で、元地か元地下が、
亡くなってしまった。さっき戦ってたんだけど。そうか、最後に花を添えてくれたか、ありがとう。今年か、君を忘れない。さあ次はじゃあもう一部隊出そう。じゃあ宗茂出てきてもらおうか。で兵はこうこうこうで、ちょっと時間かかるけど、いやーちょっとこんなに時間かけるんか。これで1万8000かで、東堂高虎と五阿弥に戦えるはず。出陣します。お願いします。行くぞ。さあまず二条城到着。本州行きながら、ここを落とせば相当あれだけど、あ、22日落ちる。どうだ。さあやばいやばい、集まってきてる。で、八神城到着。ここは方位64日か。まあいいでしょう。はい。誰かが来てる。ここか。あとやつと行くしかない。で、ここだ。シーナさんと我らの勝ちはいきません。あ、本当に？まあじゃあ、取らないよ。みんな。あー、すげえ。すげえすげえすげえ。やった。じゃあ次は、行こう。そうだな。こっちか。高槻城。で、こっちはまだ終わんねえか。あー、来てるよ。大丈夫。大丈夫っすか？で、こっちも二条城がやばいな。どうかな。で、廃止城。はい。まあ、行ってみよう。頑張って。オーケー。危ねえ。危ねえ。じゃあ、廃止城引き続きお願いします。で、こっちだよね。どっかで戦えないかしらな。難しいな。かといって、直しげをこっち向かわせるのもあれだしな。はい。で、地上から出て、撃って出てきたって。あ、ねねちゃんだ。あー、ここ頑張って頑張って。大丈夫大丈夫。オーケーオーケー。よーし、よーし、よーし、よし。じゃあ次は、福島さんはこっち行ってもらうんだけど、そのまま行ってもらおうか。はい、お願いします。あとこっちや。まあ、小西行きながら返すしかないのかもな。あー、で、上杉家が滅びた。あー、来る、来る、ダメだ。まあ、騎乗させるしかない。悔しいな、二条城落とせなかった。で、こっちでは、暗黒寺が、家が、潰されようとしてる。もう、君はもう見捨てる。さあ、では、島津義久は、じゃあ二条城、行ってもらおうか。ちょっとコース変更します。で、こっち、大阪城はどんな感じ？あと100日もかかるの。あれ、さっきと話違うじゃないか。まあまあ、いいでしょう。で、そうだな。で、こっちは、こっちで頑張ってるかな。頑張ってるかな。よし、お願いします。みんな！さあ、秀吉が仕掛けてきた。はい、戦意上昇。大義名分。で、鳥取城到着。ここはじゃあ、標高25日か。で、こっちきつくない。攻撃だと。あー、まあいいかいいか。もう、やれやれ、いけ。で、あー、やられたか。はい、そして、大義名分。そんなに戦意大事かな。じゃあ、標高56時。頼んだぞ。あと、こっちはどうなってる？で、向かってってるね。池田としたか。うん。さあ、まずはここ。じゃあ、全員で行こうぜ。さあ、勝敗外観に転ぶか、再配次第。まあ、兵力差は互角だからね。さあ、行くぞ。はい、高屋の戦い。立花宗茂 VS 池田としたか。行くぜ。さあ、行くぜ。はい、凱旋高屋の戦い行くぞ。行きます。さあ、私は今回は渦目美、そして鐘2つって感じです。で、向こうはまあ多分ね、施設そんなにないから、多分罠の方が何個かあるんじゃないかなって思うな。よし、行こう。確保してもらおう。まあ、とりあえず渦目美かかれ。で、鉄砲が多いな、向こう。ゲチ四五部隊ぐらい鉄砲だ。じゃあこっち、ああで、これは渦目にかかるぞ。よし、かかった。いいぞいいぞ。でも一部隊、二部隊か。じゃあまずはこっち。はい、鉄砲。覚悟は良いか。で、覚悟しろ。一気に潰そう。ご命令を。行きましょう。はい。さあ、どうだどうだ。敵の居所。こっちの部隊の質もそこそこだな。敵の居所。さあ、どうだ。掴みました。じゃあ、官兵衛と宗茂で頑張ってほしい。はい。
覚悟は良いか。覚悟はやりたい前へ。規制区ですか。どうしようかな。切り込め。いや、できればチンで一応やっていきたいな。やりたい。はい、じゃあこっち、はい、あー、タカトラがいる。ねえ、始めよ。タカトラがあれか、総大将じゃないのか。こいつか。こいつの方が弱そうだけどな。てか全然弱いわ。なんだったら突っ切ってもいいけど。じゃあやりたい、はい、じゃあ始めるぞ。進んでって、じゃあチンで1。あー、ダメだ、沼があった。やりたい。さあチンで1行くぜ。チン勢1の我が軍、はい、その目に刻め。ほら、はい、覚悟は良いか。覚悟、はい、始めよう。で、こっち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 。前へ始めよう。君、君なぜそんなとこにいる。時には大胆に。今兵力差を動く。あー、あいつやれるな。続けてあげて。で、東堂高虎は私に任せる。覚悟せよ。はい、やりたい。うわー、逃げろ逃げろ逃げろ。止めすぎじゃない。やりたい。うわー、ちょっときついな。で、何個は突破してほしい。あー、ダメだ、この人ダメだ。ダメだ、まさか。ごめん我らが。で、こっちだな、ね、頑張ってね。で、こっちも鉄砲か。勘弁なんとかなんない。ちょっとこの人頼む。あれ、こいつは勘弁じゃなかった。立花さん、こっちもやられてもうた。やりたい前へ、覚悟は良いか。みんな頑張って頑張って。で、向こう不全にかかんねえな、まさか。いや、チンで1、はい。さあ、勘弁気をつけて。ちょっとやばいよ。やりたい前。よし、まず渦にかかった。てか勝負隊だな。じゃあこのまま行こう。はい、ゲチで、こうだ。ちょっとみんな頑張って頑張って。こいつを突然勘弁頼んだぞ。私たちはちょっとこっちを頼んだ。破れるとは。で、こっちだな。はい、行こう。始めるぞ。で、ここよし、まず壊滅。前、じゃあこっち行こう。はい、始めよう。で、狂言入ってる、気をつけてね。やりたい前。さあ、どうじゃどうじゃ。で、こっちは狂言入っちゃってる。始める、はい、行けよ行けよ。はい、覚悟しろ。さあ、で、奇襲が入った。掴みました。さあ、勘弁勘弁、うまく乗り切れ。始めるぞ。叩き潰せ。さあ、ここを参ります。こいつを潰そう。始めるぞ。切り込め。さあ、到着。さあ、勘弁、指揮はまだまだ大丈夫だ。はい、長領の策。やりたい。で、前、今度は宗茂がやばいよ。あんま突っ込みすぎちゃダメ。切り、そういうとこある。で、カルト OK。OK、OK、OK、OK。危なかった。やりたい。前へ。OK。ナイス。勝利の光が、我が道を照らしている。よし、重要なと戦いは、見逃さずに、取っていこう。さあ、ちょっと高屋城きついな。この人たち逃がしてあげるか。あまり恨みを買わないようにしておこう。どうかな。ここ撃って出てくる可能性もあるな。あと54日かかるね。使いの者で、豊臣家の交渉の申し出ございます。いやー、無条件で講和か。まあ、今7ヶ月か8ヶ月ぐらい、まだまだ大丈夫でしょう。はい、拒否。で、調停使いの者がやっております。簡易だね。で、簡易を買うと、拠点の民中度が上がるから、とりあえず買っておこう。はい。さあ、二条城到着。二条城は、12日で落ちる。いいんじゃない？二条城落ちるか？よし、困ってた敵が逃げた。よし、二条城ゲットした。勝ち時を上げ。まず、総武事例第一歩だね。じゃあ、次は高槻城行こうか。まあ、どんどん落としていこう。よーしよしよしよし。上洛への道達成。で、暗黒事件は滅びた。まあまあ、ここはまあ、まあ、捨てたようなもんだよ。はい、高槻城到着。ここは標高20日。よし。さあ、関西が落ちるぞ。報告いたします。秀吉の膝元が落ちるよ。オーケー。さあ、行くぜ。さあ、で、高槻城落ちたね。ほい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 。よかったよかった。で、生き立てる政が味方になったか。いいじゃん。じゃあこの二人は逃がしてあげましょう。はい、片付けない。
さあ、じゃあ次は、こっちに来てるな。じゃあここ行こうか。はい、出陣する。大和郡山城合ってる？おーしょしょしょ、合ってる。うーい、かかれ。で、敵が撃って出てきたって。9000か。まあやってみようか。はい、八神の戦い、島津義弘 VS 豊臣秀吉。これは面白いかもしれない。さあ、舞台を解決させるぞ、一気で。あーで、森さんがやられた。大丈夫だよ、大丈夫だよ。無理しない無理します、無理しない。さあ、心配だよ。巨人が入っちゃってるよ、気をつけて。そうね、危なかった今のは結構厳しかった。はい、お疲れ、ヨシヒロ。さすが。始末の行く道は、この俺が切り開く。さすが、キラーマシン、ヨシヒロ。本当、味方になるとここまで心強い。で、おっ、ヤカミ城、オッケー。で、捕獲したのはこの5人か。で、この人が、こっちに寝返って、で、他の4人はじゃあ、逃がしてあげよう。片付けない。さあ、じゃあ、ヨシヒロはじゃあ入場してもらおうか。ね、はい、お疲れ様でした。さあ、まず、ヨシヒヒサが間に合えばいいんだけど、さあ、どう、あー、どうだ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 、ここは、方位74日か、かかるね。で、ダメだ。だもんで、とりあえず、宗茂は逃がそう。はい、お疲れ。さあ、そして、こっちからめちゃくちゃ集まってるけど、とりあえず、大阪城はあとどんだけで落ちる？ 47 日か。かかるね。じゃあ次は、島津義弘が1ヶ月でそっち到着するから、できればここを潰してほしい。義弘なら大丈夫。覚悟はいいか。さあ、で、めちゃくちゃ集まってるけど。で、鳥取城のホームラン落とした。ここ忘れてた。はい、お疲れ、ギリギリだったね。はい、お疲れ様でした。またじゃあ入場しててください。お疲れ。さあ、まず、おのおのがどういう動きをするかだよな。で、ちょっとここ、ユーサイさんが、ヨシヒさんのとこ行くと結構きついね。はい。あー、来てるな。ヤマト郡山城はあとどんぐらいで落ちる？ 52 日、無理だ、無理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 。もう騎乗させるしかない。はい、お疲れ。ってなると、どう動く？で、鍋島上のとこ行ったか、大阪城。1万か、まあ大丈夫でしょう。はい。勝たねば痛い道はなし。でもちょっと私の兵も減っちゃったかな。はい、逃がしてあげよう。これで24000。向こうはどんどん削っていく作戦ですか。さあ、どう？で、ヨシヒロ到着。お疲れ、お疲れ。ここな、どうしような。行くぜ。まあ、ここ行くしかないか。はい。覚悟はいいか。そなたはもう行けって言っといて。で、大和郡山城。兵戻っちゃったな。はい、じゃあ強行57日。頑張って。さあ、まだ大阪城落ちない。で、左。で、まだ、あれだね、一騎は起きてないな。よしよしよし。で、ちょっと被害あったかな。報告いたします。はい。さあ、そして表情。次は、まあ、今度こそこれか。あ、これはまあ取れないか。それか、行動か。じゃあ、とりあえず、論議と軍事かな。論議と軍事。あ、まあ結局一緒か。いつもと。はい。はい、で、ピッカー、ナイス！宗茂と勘弁。さすが。で、じゃあここは直しげ。これにて、表情を終わる。で、まずはじゃあ、行動回数増加回。で、次は、向こう鉄砲多いからな。じゃあ、鉄砲防御力上昇中。で、あとはまあ、こんなもんでいいか。よし。で、戦いは11ヶ月か。もうそろそろ終わらないと、一気が起きるぞ。さあ、大阪城を落としたら、あれしようか。壊しよう。で、暗黒 JK が、注意が揺らいでる。わかった。じゃあ、とりあえず、はい。まあ、話ぐらい聞いとこう。はい。ダメしけ。もう AK さん、あんた何回も裏切るけど、もう一体どういうつもりなの？はい。じゃあ、お家最高か、もう、お家最高してもすぐ潰されるのがオチだから、まあ、とりあえず、この人は、すぐ寝返らせよう。はい。
この人のまあ外交能力は貴重だからね。はい。エケイが立場に寝返っただと。己宗茂。さあ、何とでも言うがよい。さあ、直茂と吉弘、お願いします。頑張って。みんな、気合を入れろよ。抵抗してくるぞ、秀吉が。で、大義名分。また繊維を戻してるよ。どんだけ対面ポイントあるんだろう。ろ羨ましいわ。で、大義名分、ドガン。で、繊維は確かに戻ってるね。さあ、で、来てるよ。大丈夫？39,000、大丈夫？大丈夫？ちょっと待って。行くぜ。まあ、なんとか大丈夫か。戦場上限的には有利だ。で、こっちだよ。秀吉と前だけが戦ってる。なぜだ？お前ら仲良かったんじゃなかったのか。で、豊臣がもちろん勝った。さあ、戦は？13ヶ月か。もうやめた方がいいんだけどね。まだ落ちない。で、大阪城35日もかかる。まあ、どんだけ硬いんだ、こっちを。行くぞ、行くぞ。で、まだ来てるって。3万3000が向かってるって。なのかならん。まず、ヨシヒロ。落とせ。よしよしよし。俺たちの敵じゃなかった。で、次は、はい。次はここだよ。なんとか、この、ヨシアキラを止めたい。やってくれる？やってくれる？さあ、ちょっと兵数的には厳しいけど。なんとか。お前ら、ついてこい。で、ああ、なんか、遠回りしてるね。そうかそうか。進路は変わったんだ。はい。待機する。さあ、どうや。で、1万7000か。行くぞ。じゃあ、そこは私が許さん。高尾城、じゃあ行こう。はい。進め。高尾城到着。ここは方位。69日か。はい。で、吉継が向かってんだね。はい。報告いたします。かかるなぁ。さあ、まずは、大谷吉継とバトルするかな。みんな！さあ、大阪城落としてくれ。かかる。で、猛攻号令。さあ、こうだ。28,000 対1万7,000 か。まあ、これ勝つでしょう。あ、そうだね。はい。鬼島の戦。よしよしよし。一心高く。まあ、高谷城はね、もう、落ちなくていいや。で、大阪城やっと落とした。オッケーオッケーオッケー。やっと落ちた、ここ。で、4人、投与して、で、他の方たち。メンツがすごいんだけど。そうだな。じゃあ、統率で、まあ、とりあえず、牛一さんは、じゃあ、初段しよう。で、他には、有能な方いるよね。あ、で、北条塾に、あ、今、病なんだ。そうか、そうか。だから、こう、検索があれなんだ。で、前田玄さんか。あ、でもね、殺すと、ここはできないんだ。そうそう、ダメだ。くそまたこいつらと戦わんといか。弾けない。で、どうしような。もうちょっといける？手を打ちましょう。まあ、向こうも使い切ってるしな。まあ、無理か。ちなみに、高谷城は、あと58時。まあ、無理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 。じゃあ、ここは壊しよう。はい。はい、じゃあ、壊しましょう。かしこまった。さあ、で、ここは完了した。オッケーオッケー。2回目長かったな。じゃあ、吉弘、お疲れ様でした。で、こうやって見てみると、相当切り取ったね。向こうの3分の1は取ったな。でも向こうは前だけに進出してるから、まあ、まあ、トントンではないけど。まあまあ、いいでしょう、いいでしょう。よし。じゃあ、こっから、また、3回目、秀吉をビビらせてやる。はい、それでは、今回はここで、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしはしチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、さよならー。